ギャムリー装置を用いた電気化学インピーダンス測定 EIS の基本操作について紹介します。こちらはギャムリー社のインターフェース1010になります。この装置の先端には前方にはこのようにセルケーブルが伸びており、その先端にはこのようにカラーコードの付された6つのワニ口クリップがついております。そのカラーコードはの内訳はこのようになっています。今回はこちらのダミーセルを用いまして EIS 測定を行います。このダミーセルの回路はこのようになっています。こちらのダミーセルには接続すべきワニ口クリップのカラーコードがそれぞれ書かれておりますので、それに合わせてクリップを接続します。接続しました後、これをキャリブレーションシールドに収めます。そしてこの蓋をします。黒いワニ口クリップは先端の前方の突起に接続します。 PC にはギャムリーのソフトウェアがインストールされておりまして、まずソフトウェア用のソフトウェアからの実験からポテンシャルスタティック EIS を選択します。そして保存するファイル名をあらかじめ入力しまして、各パラメータを入力しましたら、こちらの OK ボタンを押しますと測定が開始されます。測定中は高周波側から低周波側へ周波数を変えながらプロットしていきます。初期設定としてはボードプロットが表示されますけれども、こちらはこのタブからナイキストプロットに変更することが可能です。測定が終了しますと、左下に測定が完了しましたという表示が現れます。この表示に従ってこの F2 スキップを押しまして、データの保存を確定します。次に解析用のソフトをこちらのタブから読み出します。こちらで現れました先ほどの測定結果は、初期設定としてはボードプロットですけれども、タブの切り替えでナイキストプロットにすることもできます。フィッティングはこちらのインピーダンスのからフィッティングを選び、あらかじめ作成されています透過回路モデルを読み出しまして、このオートフィットボタンを押すことで行われます。